バーキング駅は、イギリスのロンドンにある、鉄道駅である。ナショナルレール、ロンドン地下鉄及び、ロンドンオーバーグラウンドの列車が発着する。イーストロンドンのバーキングダゲナム、ロンドン特別区内、バーキングに位置する。ロンドン地下鉄は、この駅には、ディストリクト線及び、 ハマースミスシティ線の列車が発着し、校舎については、東側の終点である。ナショナルレールの列車は、C2C とロンドンオーバーグラウンドが運行する列車で、ある。この駅には9つのホームがある。また、この駅は、トラベルカードゾーン4にある。駅の営業は、C2C が行う。 この駅は1854年4月13日に、ロンドンティルベリーサウスエンド鉄道により開業した。1894年には、ゴスペルオーク、バーキング線が続いて開業した。電化されたディストリクト線は1908年に、ハマースミスシティ線は1936年に、バーキングに達した。この駅は、1960年代初頭に、 イギリス国鉄の近代化計画の一部として大きく改装された。これは1962年5月のブリティッシュレールウェイズプログレスにて強調された。日中の運行列車は以下の通り。切符売り場は C2C 車により営業され7つの窓口を持つ。トリビュートファステス発見機が使用されている。切符はナショナルレール及び ロンドン地下鉄で使用可能である。オイスターカードも、また切符売り場で発行可能。オンラインで注文された切符を発券できる4台のシレファステチケット機がある。他の2種類の機械は、アスカムクイックフェア及び別のアスカムモデルがあるが、2007年11月に、駅に発着するすべての路線が、オイスターペイアズユーゴーに対応するようになったにも、 かかわらず、どの自動券売機もオイスターカード製品を販売できない。この駅にはホームから古選橋及びブッキングホールまで4組の階段がある。4つの対応する斜面は、お互いに地下鉄連絡通路を介してつながっている。全アクセス、1&1A に3、3 4 6 7 8ブッキングホールから 1&1R へは、エレベーターアクセスがあり、 また他のすべてのホームへは地下道及びスロープによるバリアフリールートがある。数路線のロンドンバス路線が駅前に接続する。また、イーストロンドントランジットの第一次計画により路線が接続することが計画されている。ロンドンバスの5、62、169、238、287、366、 368、387 36、38 687系統と深夜バスの N15 系統、イースト、ロンドントランジットの L1、L2 系統が当駅から発着する。また238と L1 系統は24時間運行をしている。ステップフリーチューブガイド、トランスポートフォーロンドン、2015年6月3日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年8月9日閲覧。ロンドンサウスイースト。ナショナルレール・インクワイヤーズ・ナショナルレール。2009年3月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年1月1日閲覧。マルチ・イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージデータ・ロンドン交通局。 2015年3月31日閲覧。ABC、ステーションセー時エスタメッツ。レールスタティスティックス、オフィスオブレールレギュラーシオン。2015年3月31日、閲覧。中期、統計手法は年により異なる場合がある。トランスポートフォーロンドンイーストロンドントランジット、ルートマップ、バーキング。ロンドン交通局。 2016年8月16日閲覧チェンジズ2ナイトバシーズフロム12セプテンバー2015ロンドン交通局2016年8月16日閲覧イーストロンドンバスマップロンドン交通局2016年8月16日閲覧ありがとうございます